はい、遠隔操作ウイルス事件のね、片山被告にですね、懲役8年という判決が、言い渡されましたね。まあ8年が長いのか短いのかちょっとわかんないですけどね、どうせパソコン使うんだったらね、図形でも作ってればよかったんですよね。そっちの遠隔操作だったら問題なかったんですけどね。いや、ちょっと待てよ。そっちでも休憩はあるか。ねずっちです。では、また。